どうも、なつです。昨日夕方ちょっとタケノコ見に行ったらもうだいぶ太いのがもうパッと見で20本以上あったんで、今日も頑張ってタケノコ抜きます。で、もうなんか今週から確か JA の方は、加工用のタケノコを受付ってなってちょっと値段は落ちるんですけど、まあ、どっちにしろそのままほっといたら竹になるばっかりなんで、とりあえず引っこ抜いて、市場が取ってくれそうなタケノコを、まあ、出荷して、もし失敗したり余ったりしたら、まあ、うちらでアク抜きとかして食べようかなと思ってます。じゃあ今日もちょっとタケノコ掘ってきます。はい、もうこれとかだいぶでかくなってしまってこんな感じ。もうここなんて1,2,3 でこっちに4,5,5本まとめてあるんですけど、もうこれほんと1日2日ほっといたらこんな感じになります。あ、向こうにもすげえいっぱいある。よし、とりあえずひたすら抜いていきます。これちょっとでかすぎかな。これちょっと売り物にならんかもしれない。
とりあえずコンテナに、まあ、ざっと3箱ぐらい取れましたね。まだ実は掘ってないやついっぱいあって、もうキリがないのでやめました。腰もだいぶ痛いし、だから今からちょっと JA に持っていこうかなと思います。で、5本ぐらいちょっと失敗したやつがあるんで、これもう自分たちで食べようかなと思ってます。よし、じゃあ JA に行ってきます。はい、今ちょっと JA に出荷してきました。で、今日が全部で54キロ。コンテナの重さを引いて54キロなんで、まあ、今までで一番重かったですね。もうだから相当疲れました。この前行った時は野菜としてこう受け取ってくれて、でそれを箱詰めして野菜として出荷するみたいな感じだったんですけど、もう時期的に加工用のタケノコとして受け取ってもらえます。なので、1キロあたりの値段がこう落ちるんですけど、一等品でだいたい140円とか150円とか、なんかそんぐらい。で、一等品っていうのは、ちょっとここにルールが書いてあるんですけど、ボンって切って、ここに赤いポツポツの粒があるんですけど、これが1つか2つちゃんと残っている状態。これなんかはもう、こっちは残ってるけど、こっち残ってないんで、これダメなんです。で、もちろん、タケノコっていうのは、鮮度が落ちるのが早いので、その日に取ったやつしかダメですよっていうことですね。だから今日取って明日持ってきますとかだとダメですね。まあ、そういうのを守っていいやつを、だからちゃんとこう取ってしっかりこうやってコア入れて綺麗に収穫しないと、いっぱい持ってってもあんまり値段にならないっていうね。まあ、それもなんか楽しいですよね、なんかね。これでまあ僕54キロを持ってって、多分今からこう調べるのかな。で、どれが1等品、どれが2等、まあほとんど1等品のような感じのやつを持ってったんで、多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、こんな感じで今日54キロ持ってったけど、まあ今からだから1ヶ月ぐらい何日かおきに山に入ってタケノコを掘るっていう作業になるのかなと思ってます。なんか今日行ったら、すごい手入れされてるんですかって聞かれたんですけど、なんかうちのタケノコものすごいいいらしくて何もしてないんですけどね。でもいいタケノコらしいです。よかったなって。まあ今日だから失敗した5本ぐらいあるんで、これをうちで美味しくいただこうかなと思います。もうちょっと頑張りすぎて腰が痛いんで今日はこの辺で終わります。